こんにちは。こんにちは。今日は東京校の増田咲さんにインタビューに答えてもらうことにしました。増田さんは山梨県の甲府市から来てもらってまして、これ一番最初に来てもらったのはいつだったんですかね。去年の12月から来ました。半年ぐらいですよね。はい。半年かかって毎回毎回山梨から通ってもらって、あれは何だったっけ、あの電車は、狩人のあずさ。あずさ。あずさで来てもらってましたけども、それで来ていただいて、経絡マッサージを受けてもらって、PNF、ストレッチセーター、美容セーターですね。そして経絡リンパマッサージを受けて、セルフ骨盤矯正エクササイズ、それから経絡ストレッチ&リンパもやってもらってますので、まあ、ほぼもううちのやつは全部受けてもらってますので、まあ、これからどんどん甲府で頑張っていただきたいと思うんですけども、まあ、最初来てもらった時どうでしたかね。最初何か不安とかありましたか、うち入ってもらうにあたって。はい。どんな不安がありました。やっぱ2ヶ月でできるのかなっていうのと、うんうん、仕事との両立っていうのがあったし、やっぱ県外から来るんで、その辺も続くのかなという不安はありました。そうですよね。まあ、もともと幼稚園の先生されてましたからね。で、今回も先生も辞められて本格的にセラピストでやるということですけども、その、まあ、よくそれ質問を受けるんですよ。2ヶ月で大丈夫ですかっていうことですけども、で、やっぱり最初はそこが不安やったですか。はい。で、実際やってみてどうですか。最初経絡マッサージで受けて2ヶ月でやってもらいましたけど。そうですね、毎週先生がすごい丁寧に教えてくださるので、なんか前向きに楽しく取り組むことはできました。これはやめた方がいい。今カットしました。で、2ヶ月でできるようになって、こう次にその整体を受けてみたいなと思ったきっかけは何ですか。そうですね、やっぱり体の歪みの、を治すってことの大切さをすごい感じたので、受けてもらって、やっぱりこう繋がってきました。で、またリンパマッサージも受けてもらってね、まあ、うちのみんながやってるオリエンタルビューティーコースもね、できるようになりましたんで、それをどんどんやっていただきたいと思うんですけども、今これを見てくださってる方は東学院への資料請求をしてくださって入学を考えてもらっている方々見てくださってるんですけども、何か先輩としてその方々に対してアドバイスありますか。アドバイスですか。騙されないでくださいねとか。いや、こんな私でもできたんで、できると思います。はい、ありがとうございます。それで、実際は山梨県の甲府市の隣の昭和町、昭和町ですよね。はい。で、もう今作ってるからこれからも、ね、やっていくってことなんで、で、どんな感じのサロンにしたいですか。どんなお客さんに来てもらいたいとか。そうですね。体を、きれいに健康になって、自分に自信を持てるようなお手伝いをしたいです。いいですね。もうホームページじゃなくて、Facebook とかブログでね。はい。お店の名前、じゃあここで簡単に紹介したと。お店は、名前は、お店の名前は、月の雫です。で、月の雫でやったら出ますもんね、Facebook ね。はい。まあ、これからそこでも情報も発信していくということで、あとセルフ骨盤矯正エクササイズセミナーとか、経絡ストレッチ&リンパマッサージセミナーもこれからね、やっていく、行ってもらわないといけませんので、頑張っていただきたいと思いますので、ね、まあ、山梨から初めて来てくださったんで、どんどんうちの技術を広げていただいたらと思いますので、これからも頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。